小太郎、そろそろ起きるぞ。だい、さっさと来るんだよ。すいません、今すぐ起きます。声変わりですね。そんなわけあるかい。病人は黙って人の言うこと聞くんだよ。はい。それから小太郎、お前はこっちだ。兄貴に早く治ってほしいなら手伝いな。体がだるい。小太郎、またおばあさんに失礼な呼び方してなきゃいいけど。もういいじゃん。今は温かくしてやるのが一番なのさ。ついてきな。このレモンをここにちょいと絞るのがお前の仕事だ。一人でできるかい？やっぱり私がやろうかい？ばあちゃん。ん？ああ、ちょっとは絞れたんだね。まあいっか。ばあちゃん、兄ちゃんの薬だ。もう一回やるかい？へこたれないね。眠っているうちは寝かせておやり。疲れが溜まってたんだろうさ。かしこまりました。龍一、それじゃあ行ってくるからな。そうね、確かにいつもお兄ちゃんに任せてばかりじゃ悪いから。お土産楽しみにしてろよ。ダメだよ、行かないで。父さん、母さん、小太郎まで連れて行かないで。兄ちゃん。小太郎、何これ？そりゃ多分レモンの汁だね。お飲み。そこらの薬よりよっぽど効くだろうさ。いただきます。さっきのはただの夢だけど。おいしい、ありがとな。情けないけど多分そろそろお前は部屋から出な。兄ちゃんもお前に風邪移したくないし。それなら食べられるだけ食べてゆっくり眠って。アイスですよ。おはようございます。今日も緑のことをよろしくね。はい、みんなが来るまで緑ちゃんと3人で本見てようか。緑ちゃんのおむつ変えないとだな。ちょっとだけ待ってるな、小太郎。ここか、ベビーシッターぶってのは。朝っぱらからなんでそんなの持ってんだよお前。そこでお前見て寝てなんとかしろ。当たり前だろ、うんこむかよここは。それで一体ここに何の用ですか？なんか態度悪いな。小太郎は人よりちょっとのんびりしてるだけです。これから自分の娘になるガキの顔くらい知っときてえじゃん。え、でもあの制服着てるし。乾先輩と呼べ。愛には歳も何も関係ないだろう。いや、全然細かくないですよね。あ、俺がここに来たことを他のやつに言うんじゃねえぞ。リュウちゃん、おーい、リュウちゃん、リュウちゃん。お兄ちゃんも目目開けておねんねしてました。いえ、多分暑くてぼーっとしてたのかと思うんですけど。考古学者かなんかだって。亡くなられたり結婚はしてないとかそういうことはないんですね。そんなこと聞くって、もしかしてリュウちゃんあんな感じの年上がタイプだったりするな。なも本人たちの勝手なんじゃねえの？そうなのかもしれないけど、本人同士の問題だからって子供は関係なくないだろう。まあ見るからに恋愛経験なさそうなお前には分かんねえわな。確か牛丸さんってみんなが可愛いって騒いでいた気が。なんか鹿島くんにすっごい見られてる。人にぶつかりでもしたら迷惑でしょ。猪俣さん、そんなことする人は万死に値するわね。さすが猪俣さん。猪俣さんもやっぱり好きな人はいたことないんだ。うさいださん、みんな一体何が。何で攻撃だ。リュウちゃんおかえり、なんか友達来てるよ。ごめん小太郎、絵本は後でな。弱い者いじめしたらダメだろ。おお、聞いたらこのうんこのチビが緑ちゃんだっつうじゃねえかよ。旦那さんも子供もいる人を横からさらってくような真似していいとは思えないし。それって、あら、落とし物常習犯の乾くんがいる。そうなの、頑張って早く仕事終わらせちゃった。お、俺、ゆでたこだ。たこずっと好きで。ちょっとごめんね乾くん、泣かないの。今日はパパが久々に帰ってきてくれる日だから笑ってね。え、あの遠くに行っちゃった旦那さんって。そうなの、発掘でトルコに行ってたのよ。なんつうか恩返しとかしてえなとか思ってて。ありがとう、気持ちだけで十分嬉しい。先輩、うるせえ。
ほっとく。いった。ゆかりちゃんの旦那生きてんじゃねえか。まあ誤解してんのはすぐ分かったけど。マジだせ。そんなことないですよ。俺はかっこよかったと思います。正直そいつらの面倒を見れてるお前のことはすげえと思うよ。なんか順番間違ってる気はするけどな。俺は別にそれでいいです。みんな一緒に遊ぼう。小太郎もしかしなくてもずっと待ってたのか。ごめんな小太郎。兄ちゃんこれでこの星は魔王みどり様のもの。うわい、青めそこまでだ。レンジャーレッドイエロー、レンジャーファームちゃんとやで。兄ちゃんも帰りハヤトだよ。めんどくせえ。それよりみんなでお勉強すべきです。よかった、まだまだ夢いっぱいだった。ショックじゃなくて証拠な、証拠。ショックくらいあるもん。まあ無理だよね、いくら踏ん張ってみたところで。キリンはここで練習してます。練習すれば飛べるもん。あてたち行っちゃうよ。まあそのうち諦めるだろ。だからさっさと。そんなもんいねえし。神谷だって子供の頃はそういうの信じてたりとか。あれはいつか実現するから話がちげえ。トイレの前で立ち話なんて非常識な上に迷惑よ。小さい子の夢を壊すとか聞こえたけど魔女？俺としてはなるべく夢は壊さないようにしてあげたいなと思うんだけどさ。わかったわ。どう？これなら歴史的にも本当のことばかりだし。ごめんね、怖すぎてとてもキリンちゃんたちには見せられないよ。続きは気になる。おばあさん、私に魔女の真似をしろだ。いやいやいや無理だ、ごめんなさいおばあさん。おいキリン、そろそろ中に戻ったらどうだ。お、どうした小太郎。よし、じゃあ読んでやるから来たやつだけこっち来い。キリンちゃんが泣いているのが頑張っても空を飛べなかったせいなのか。神谷の言う通り無理なことは無理だってちゃんと言ってあげればよかった。おばあさん、それがその。じゃあおばあさんは本気でお空飛べますか。さあね、ただお前がどう思うかは自由さ。それから晴れていた空が本当に急な雨になって、もしかしたら今から魔法の修行に付き合ってやってもいいじゃん。末吉、吉は、父さんに一生のお願いしに行ってる。小太郎、アリさん追いかけるのはいいけど一人で外には行くなよ。兄ちゃん。何？猫でも見つけ。ネズくん。ちょちょ、話なんかないし家にも帰んない。だから俺は出れなくたっていいんだ、ほっとけよ。兄ちゃん全然痛くないし。まさかネズくんの兄弟とか。うん、もしかしてお家で何かあった？出られなくていいなんて。出たくなったら呼んでよ。お兄ちゃんこんな家に住んでるお金持ちなのに。きっと自分でするんじゃないかな。しないのかな。それじゃ小太郎はここで待ってろな。番号知らないんだよな。お前早く逃げろ早く。こんにちは小太郎くん。かわいいね、色端さんもプリプリしたいよね。順番でいいから。私をあなたと一緒にしないで。ヤギくんの番号は知ってたからネズくんの番号を聞くのに電話したんだけど。だからあなたと一緒にしないで。でも小さい子は好きよ。悪い？あ、そっか、心配して来てくれたんだ。家にお金入れるためのバイトだから。あいつんち8人家族で兄弟多いからさ。中吉兄ちゃんは家のことやってバイトもして。でも猪俣さんも学年トップですごいよね。うるさいわね、どうせ働いたこともなければ遊ぶ友達もいないわよ。今小2だっけ。まだまだちっちゃくて可愛いな。ごめんね。いい加減にしなさいよ。家に帰らないとか言ってるそうだけど理由は何なのよ。それなのにあなたは人の家に頭突っ込んで家での真似。ゲーム？そんなものが買ってもらえなかったくらいで家出なの？そうだよ、子供には子供の事情ってもんがあるんだぞ。てめえ兄ちゃんに言いつけてやれ。大人はたかがゲームって言うけどな。うちが貧乏なのを知っててひでえやつだあいつは。ゆうくんはひどくない。そっか、そういうのなんか懐かしいな。俺の貸すからちゅうくんもやろうよ。そしたらあいつなんて言ったと思う？別にいいよ俺。
欲しくなったら自分で作るから別に今は興味ない。それ作ったら俺も遊んでいい？いや、欲しくならなきゃ作らないから。俺あの時初めて人をかっこいいと思ったんだよね。何でも買ってもらえる家じゃなかったおかげもあるかもって話。周吉兄ちゃんはかっこいい。何でも全部頑張ってるからかっこいい。よいっしょ。はい、ありがとう。にゃろ離せ。ね、勉強だけ頑張ってもゲームは作れないわよ。根津くん、今日は弟が迷惑かけてごめん。鹿島、どうして私にまで。ずいぶん懐いたな。兄ちゃん心配かけてごめんなさい。あ、作ったの。友や、お前何話した。ちょっと昔話しただけだって。帰ったらちゃんと謝ってお礼言えよ。俺もらっていいの？だって兄ちゃんは。昔俺が言ったのは半分くらいは強がりだったし。あと、杖吉たちにも貸してやれよ。分かったか？うん、私は別に。